すごいリアルだねやっぱね。うん、こんな風に。え、ちょっと待って、動いてる動いてる。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、エイシンくんにまたもやドッキリを仕掛けたいと思います。はい、仕掛けるのはこちらでございます。ここ見えるかな、これカブトムシ。はい、エイシンくんですね、カブトムシがもう大好きで、いつか飼いたいなって言ってたんですよね。カブトムシはうちでは飼えないから、ちょっとフィギュアで遊ぼうって言って、この中で遊ぶようにします。で、一つだけフィギュアエイシンくんの部屋に忘れてきちゃったから、取ってきてって言ってる間に本物に入れ替えます。その時にどんな表情をエイシンくんが見せてくれるのか、じゃあ早速エイシンくんが帰ってくるのを待ちましょう。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、ちょっとこういう昆虫飼育セットを買ってきました。エイシンくんがやっぱ昆虫を飼いたいということなんで、やっぱそうやってもね、飼えないのよ。まあこのフィギュアで遊ぼうかなと思ってね、まあ、これ入れるだけでね、結構リアルなんだよねこれね、うん、本当にリアルになってさ、ちょっと置いてみようか、ほら、そう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 、こういう風に置いたりするともうリアルになるよね。やっぱさ、ちょっと黒いカブトムシ入れたいからさ、うん、ごめん、そうだ、パパね、A ちゃんの部屋に置いてきちゃった。え？さっきね、まとめて、うん、虫のフィギュア A ちゃんの部屋に持ってっちゃったんだよ。ごめん、ちょっと持ってきてもらっていい？はい。あったあった。やったー、よかったー。うん。ちょっと入れてみた。うん。どんな感じ？やっぱリアルだね。どうした？本当だ。すごいリアルだねやっぱね。うん。こんな風に。え、ちょっと待って、動いてる動いてる。え？エイシンくんのドッキリでした。やったー、カブトムシゲットしてきたよ。やったー、カブトムシ、タポ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 、よかったね、かわいい、ありがとう。よかったね、ちょっと大切に買いましょう、うん、一応ね、この敷いてるやつ、うん、これがね、ダニ防止用のマット。やったダニ防止。そう、ダニがね、やっぱ湧くんだって、うん、で、カブトムシにもね、つくんだってさ、ダニが。そうそう、そう、ついて、体の液を吸い取って弱っちゃうから。さすが、そうなんだよ、うん、で、本当はね、ブラシとかでこう、うん、取っていく、水洗いする、そうそう、なんだけど、これつかないみたいだから。よかった、うん、一応そういうのは買ってきました。それと、一応この落ち葉、うん、落ち葉もね、今こういうの売ってんだね、落ち葉マットってのがあるんだよ。すごい、で、こういうの売ってんだ。これがあると、もしね、カブトムシ君がひっくり返っちゃっても自力で起き上がれるんだって。あー、だからこんな落ち葉があるの。そう、あと、食事のゼリーね、うん、こんだけ、20個分ある。うん、食事のゼリーすごいやん。あとね、一番大変なのがこれ。あ、コバエ、コバエ、コバエホイホイっていうのがあったんで、あ、まあゴキブリホイホイみたいな。そう、だからこれをこの上に置いとくとか、もしくは横に置いとくとかみたいな。そう、しとかないと多分ね、コバエが相当湧くと思うんで、そこだけ気をつけましょう。はい、はい、ということで、今日のドッキリ、フィギュアのカブトムシが本物のカブトムシに入れ替わったレイシンくんはこんな顔しました。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひね、ボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達に教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで、今回以上でございます。バイバイ。いやー、嬉しい。よかったね。うん、こっち来い。全然ゼリーのとこ行かないんだけど。じゃあいいんじゃない？そうだね、お腹いっぱいらしいね。うん。